A タイプバイクコースでゴールまで 15km 付近。写真右奥にゴール地点が位置する。湾の対岸のこの写真奥中央はスタートから 5km 付近。写真奥右は佐渡の最高標高 1172m の金北山佐渡国際トライアスロン大会とは新潟県佐渡市と公益社団法人日本トライアスロン連合が主催し、新潟県の共催。 一般財団法人佐渡市スポーツ協会を大会事務局として毎年9月第1日曜日佐渡禅域において開催されるトライアスロン競技大会である。毎年大会当日インターネットで CATV 中継と同一映像の中継及び選手の各区間通過タイム速報が見られる。 サド国際トライアスロン大会毎年9月第1日曜日開催海水温、気温、湿度の過去6年間データ A タイプスイム時の海水温参考競泳競技用、プール記録公認水温国際企画摂氏25度、摂氏28度プール設備バイクコース化気温地点の大会当日の最高気温、平均気温、最低気温、出展、気象庁過去の気象データ検索。 最高気温単位度、うちは、その時刻平均気温単位度最低気温、単位度、うちは、その時刻 A タイプバイク 20km 付近、相川の大会当日の湿度、平均と最小値、うちは、その時刻その年ごとに変更される場合があり、公式ホームページ参照。二千十二年大会より、A タイプスイム周回コースの周回数が、一周回から二周回となり、 さらに2017年大会よりに集会となった。カキスイム参照、ABR、日本選手権大会本部がある、佐渡海水浴場、A 一周 190km の集会コース。時計回り、大ね佐渡一周。参照、BR、日本選手権一周 105km の集会コース。時計回り、佐渡の南側、小佐渡山地一周。 写真を3回に分けてクリックし最大化。ABR、日本選手権佐渡の中央部、国中平野大会当日、バイクランコースでは、ジュニアトライアスロン大会は、本部会場周辺。トライアスロン大会、とりわけ、ロングディスタンスの大会は、ボランティアスタッフ、地元住民、警察、地元自治体の4者が良好な関係にあり、かつ、 ボランティアスタッフ、地元住民から継続して協力が得られることが、毎年の開催を可能とする上で最も重要な、ことである。この大会の場合、ロングディスタンスである、A タイプの競技時間が15時間30分のため、当日は、その前後の時間を含めると、大会自体20時間にも及ぶ。また、金曜、土曜の先週受付、ウェルカムパーティー、 競技説明会、週明け月曜午前の表彰式など、全体で4日間近くにわたり開催される。そのため、島内外からの約3000名のボランティアスタッフの拘束時間は、職種により、半日だけの場合もある一方、ロングディスタンスのため長いものもある。また、1日だけ、あるいは、複数の日にわたるものもある。 守備範囲は、スイムとバイクの周回コースそしてランコースなど、広範囲に及ぶ。そして、地元住民には、当日バイク競技中、自家用車の利用自粛への協力依頼など、負荷もかけることになる。大会運営側も、参加選手も、この点を、よく理解しており、主々の形で、感謝の言葉を送っている。例えば、大会終了以降、多くの選手が、 ブログや HP で自らの戦いを振り返る意味で詳細なレース報告、結果を綴っているが、その中でボランティアスタッフ、地元住民への感謝の言葉も多く見られ、また大会公式 HP の記述より直接それら感謝の言葉を記した例状を大会事務局に送る選手も少なくない。1989年から一度も ボランティアスタッフ確保難等で大会を休止した年はなく毎年開催される。この大会はむねボランティアスタッフ、地元住民から理解と協力、賛同を得ていると言える。ありがとうございます。